これは古い占星術における新月を指す言葉だな。つまり月と太陽、陰と陽が交わって両方とも見えなくなってしまう瞬間を指す。よって異なる2つが重なることにより暗夜が降りる事象全般、ありていに言えば何が起こるかわからんような時のことを我々は策と呼んでいる。かつて先進間の特化生たちが体験した21世紀が現実の今年にあたるため、ここに歴史的な策が起こるかもしれんというのが神技賞の見解だ。故に私はそれを見極め、何かことが起これば対処するため鎌倉にやってきたというわけだ。